ご覧の皆さん、こんにちは、堀尾美咲です。はい、この度7月の27日に最新 DVD を出させていただくことが決定いたしました。イエーイ。はい、こちらの作品がですね、じゃじゃん、団地妻鍵穴の向こう側という作品なんですが、ちょっとですね、年齢も年齢なので大人な作品にチャレンジしてみました。見どころがですね、いくつかございまして、まず一つはやっぱり演技ですね。私そんなに演技は得意な方ではないんですが、監督のもと、いろんなアドバイスをいただいて、ちょっと頑張って演技やってみたんで、そこぜひ注目して見てみてほしいです。もう一点はですね、ベッドの上でボディクリームを体に塗り込むシーンがあるんですけど、こんなにエロくボディクリームを塗ったことはないっていうぐらい、ちょっとセクシーに塗ってみたんで、そこも見どころになってます。とってもとってもおすすめの作品になってるんで、ぜひ皆さん見てみてください。よろしくお願いします。そうですね、印象に残ったこと、着替えが非常に多くてですね、トータルで何着着たんだろう。とにかくもう洋服とその下にこう着るランジェリーの数がもう半端じゃなくって、当日はね、撮影中は結構こう急いで行ったり来たりして、脱いだり着たりを繰り返してちょっと大変だったんですけど、でも多分見ていただく方はね、こういろんな私をこう見ていただけるかと思うので、楽しんでもらえるかなって思えるような作品になったと思います。苦労したことはですね、正直今回たくさんあるんですけどそうですね、やっぱりでも演技ですかね。演技が本当に大変苦労いたしましてですね、顔合わせを監督さんと他のスタッフさんたちとさせていただいたんですけど、その時に、演技経験もそんなにないんですっていう話をさせていただいていて、で、そしたら監督さんが、じゃあそういうこう不倫物とかのねドラマをこうちょっと参考に見てみたらどうかなっていう風にアドバイスをいただいたので、上戸彩さんが出演されてる昼顔をすごい一生懸命1話から最終話まで見返しました。ちょうど家にあったのでそれで臨んだんですけど、どうですかね。私は一生懸命頑張ったんで、苦労した点ではあるんですけど、いい風に仕上がってると思います。皆さん楽しみに。ですね、癖はですね、多分もっとこう自分の友達たちに聞いたらいろいろ出てくると思うんですけど、自分で自覚がある癖はこうギュッて唇を噛むってするっていう仕草が結構ちっちゃい時からずっと癖で、たまにやっちゃってるなって思いますはい。フンの日いろいろなんですけど、基本的に平日の休みが多い職業だと思うので、平日は基本美容のメンテナンス、美容院に行ったりとかネイルに行ったりとかマッサージ行ったりとか、そういうことに徹するか、あと休日にこう休みをもらえた日は必ず大学の時の友達たちと遊びに出かけます。みんな OL さんなので、土日休みの子が多いので、インスタ映えのスポットに行っていっぱい写真を撮って遊んでます。冬の目、これがですね、いつもなんか言うとちょっと苦笑いみたいな感じになるんですけど愛されたければまずアイスですねこれはでもちゃんと、もちろん応援してくれてるみんなにもね、すごい思ってることなんですけど、好きになってほしかったらまずみんなのことを好きになるところから始めようって感じです。はい、もうこれはですね、マイペースですね。本当に
こう一つのことを考えてしまうと器用な方ではないので、そのことしか考えられなくなっちゃって、それを考えてる時にこう他のことを言われても全然聞こえないっていうかポーってしちゃうんで、結構自分のペースで昔から生きてますうん、これすごい考えたんですけど、やっぱり上裸ですかねまあさすがにね、女性はねちょっとねなかなか難しいじゃないですか、上裸でこうね、みんなの前で歩くのってね、なかなか難しいですけど、男性はねこういいなって思います。スカスカスパッて見てやってみたいですね。うん、これはですね、うちワンちゃん飼ってるんですけど、実家に一匹柴犬のセルモーくんと、あとまあ東京でコメプルのロイくんとチワワのロアちゃんっていう3匹いるんですけど、この子たちとお話をしてみたいです。一回喋ってみてほしい、私のことどう思ってるのか聞いてみたいなって。これ多分ね、ワンちゃん猫ちゃんペット飼ってるみんなは多分共通して思うことなんじゃないかなって思うんですけど、それすごい叶えたい願いです。これはですね、皆さん知ってるかな、サントリーニっていう場所があるんですけど、なんかすごいこう真っ白な世界って聞いたんです。どこの国なんだろう、サントリーニっていう国なのかな、どこですかちょっと詳しいことは分かんないんですけど、そこにすごいそれこそね写真映えがすごくする場所だって聞いて、人気スポットみたいなんで一度は行ってみたいなって思います。シチュエーションというかですね、私例えばスマホのメールでとか LINE でとか電話もやだかな、なんかこうそういう何か物を通しての告白ってあんまり好きじゃなくって、こう割となんだろう、昔ながらの考えを持っているので、きちんとやっぱり口で会って好きだよって伝えてもらえるのがやっぱり一番心に響く嬉しい告白だなとずっと思っております。そうですね、私結構理想のデートプランをこうみんなとのオフ会、ファンの方たちとのオフ会で割とこう採用しているというか、いつもこうどんなイベントをやりたいっていう風にマネージャーさんたちから聞いていただいて、こういろいろ考えて、まあ、もちろんそれをまたマネージャーさんたちに相談して一緒に考えるんですけど、そういう時は大体こう例えば夏だったら夏スペースカップルデートとか調べてでまあね、こうその中から決めることすごい多いんで、結構みんなといろいろやってると思うんですけどね、まあこう季節ごとに季節ごとのことをする、海に行ったりとかね、ちょっと肌寒い時期はねおうちデートみたいなのもいいかもしれないですし、季節に合ったデートがしたいです。うん、そうですね、今まで結構いろんなジャンルのお仕事をねさせていただいてるかと思うんですけど、やっぱりこうずっと前から興味のあるファッションのお仕事をやっぱりこうしたいなと思います。インスタグラムとかでもね結構私服の写真をアップするの最近すごいハマっていて趣味になりつつあるんですけど、そういうの結構好きなんで、お洋服にまつわるお仕事とかもちょっと機会があったらしてみたいなと思っております。はい、改めましてですね、私普段はミサメロと呼ばれております。ミサメロこと堀尾美咲です。はい、ですね、今回はこのようなね場を設けていただいて、これも全てね
った地蔵という DVD を出させていただいたからね、こういう場所を受けていただいて本当にありがとうございます。この作品はですね、本当に本当にもう努力の賜物です。本当に頑張りました。もちろん私もいろいろ演技だったりいろいろ頑張ったんですけど、マネージャーさんやスタッフさんたちにもいろいろこう頑張って練っていただいて、もうみんなの頑張った作品になっているので、一人でも多くの方に見ていただけたら嬉しいです。ぜひぜひぜひ、堀尾美咲、団地妻、よろしくお願いします。じゃあねー。